OK。 はい、今日はリッツカールトンに飾る、クロスさんのところの、盆栽を、イカお預かりに来ました。うちとフレンさんのハイエースで2台体制でお借りして、で、大きいやつが向こうなので、ぐるっと回っていただいて、はい、頭から入れてもらって大丈夫だったんですけど、はい、大物から入れる？先終わらしちゃいますか。あっちにどれぐらい入るか見て、うん、で、実況していただいていいですか。今皆さん宿泊しながら盆栽縛ってます、リッツさんに展示っていうことでいいですか。そうですね、今回展示をして1週間で、全部入れ替え、10点ぐらいを盆栽を展示して入れ替えてまた10点、で入れ替えて10点、で毎週変わる。そうです、3週間で なので3回違う雰囲気が楽しめると思います。アフタヌーンティーも普通のお客さんも行けるんですか。普通のお客さんも行けますし、多分まあ展示だけ見たいっていう方でも大丈夫かなと思います。ちょっとプロにこっちはもうあんまり触れるのも怖い。怖い。そうですね、もう相当価値のある盆栽だと思うので、滑らないから、はい、こっちによって、もうちょっと回して、はい、ちょっと間に合う。はい、ギリじゃない。あ、そう、ギリじゃない。この間、長きやった切っちゃって折れちゃいました。横でこっちから一本持ってもらいます。はい、大丈夫ですよ、大丈夫です。僕は大丈夫です。一旦下、はい、そのまま押してください。はい、はい、で、そのままずります。はい、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。こっち行こうか。よし、はい、中島さん変わります。僕せーの、伸びよ。これが折れないことを言います。いや、折れないよ、これは。明日はマイナス4度だ。ドンとぶつかるわ。足凍結しちゃって。ちょっと置けろよ。大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。おー。じゃあそっち行くか。で、一輪を抜いちゃってください。一輪を抜いてください。一旦下ろそうか。はい、いいでしょ、はい、中入りますから。はい、そうだね、たくさんね、たるんでるから、ね、はいはいはい、はい、で、そのまんま、はい、ちょっと待ってください。そしたら、2点しか入らないけど逆にします。これはもう逆にさせなきゃいけないでしょ。全部交換。怖いです。皮、うん、結構落ちてますね。あ、本当だ、落ちてますね、あそこに。これを、あ、1万円。はいはい、ちょうどいいぐらい。で、
土俵が乗るかと思う。考えな。無理だろうな。無理だね。もうちょっと行こうよ。はい、せーの、そっちが入れば、はい、もう少し、もうちょい、せーの、はい、それでさ、こっちひねれば、こっちかひねればですかね、せーの、あ、入った、入った、ここで乗るかな、はい、そうですね、逆か、その方が乗るな、ギリだな、でも、ギリだよ。もう一人が入った。で、そこ、いや、ここよりも前にパッキングしたのが完了。一応第一弾。他どれがあるんだか。あと、あの黒松の値上がりと、土曜の値上がりだけ。だけよし、ああ、どうぞ。向こうから歩く？そこは開くけど入れないよ。入れない、そこ入れない。ダンボールどうしたんですか？ダンボール。後で。はい、オッケー。これぐらい。もうちょっといかない？もうちょっと。いっぱいだな。引っ張る？あ、引っ張れない。いっぱいで当たっちゃってる。ちょっと上げるよ。台車がダメなんですよ。
下柱で上がっちゃうんです。あ、こうなった石が上がっちゃうんだよね、下柱で。検証大丈夫、どこ行ってよ、足元、はい、ちょっと当たるよ、枝と枝を組んじゃった、その前が当たってるよ、引っ張らないと。あ、オッケー、すごいね。今入れたのがこれでしょ、ロビー、あれロビー脇、ロビー脇は今こっちにまだある。でピラカン、うん、あと今どんな状況ですか。すごいの怖いよな。朝5時5時半です。こんな時間にこれから搬入？搬入。6時から6時出発する予定なので。出発して六本木へ行きます。じゃあよろしくお願いします。月予定より1時間早い。越したことはないですから。そうですよ、大事ですからね、暇つぶしをしてトイレ探して搬入ですね。持ち帰られ
上持った方がいいです。ちょっと待って、一回抜けた方がいいです。枝当たるんで。はい、抜いたよ。はい、抜いちゃうよ。体を動かしてください。一回、一回、大丈夫ですか。あ、それか。そしたら上行きましょうか。これ、掃除しなくていい。先に、とりあえず行っちゃう。これを、あ、むしろね。どうですか。行き過ぎかな。いいシルエットがね。あれが邪魔なんですか、裏の。逆に右に行き過ぎてます。こっちの右に寄ってるんで。もちろんです。はい、家ありますよ。これで、あそこまで一気に上げられない。上げられないね。ちょっと。はい。狭いから気をつけて。はい。こんなに回しちゃっていいわけ？カンタ君大丈夫か？ちょっと。せーの。どのくらい？これも。もうちょい。待って。そうすると食ごと持ち全体的な位置は食ごとちょっと、まず上を直しましょう。ほぼ中心。飾らせてもらってるところびっくりする。飾りとしてはこれぐらい欲しいけど、このスペースに入れるともっと寄せた方がありますね。というわけで搬入終わりました。ありがとうございました。こういう機会ってあるかないかわからない、ここがあるかわからないイベントではあるので、こういう機会にぜひ、リッツカールトン東京ミッドタウンにお越しいただいて、ぜひ盆栽、大宮の盆栽を名品たちを見ていただきたいなと思います。週替わりで変わる。はい、1週間ごとに変わって、開店しますので、本日から1月の6日から1月26日までですね。ってことですね。はい。お待ちしております。お待ちしております。ありがとうございました。